みのりさん、どうかされたのですか？ううん、みのりなんでもないよ。何も隠してなんかないもん。何を隠しているのでしょうか？なんでわかったの？一人でこっそりおやつを食べたとか。みのりちんは食いしん坊だからな。うん、そうなの。こっそりおまんじゅうを食べちゃったんだ。さすがしきちゃんだな。ありゃ、いつもと反応が違うし。みのりちん、マジで隠し事？大丈夫だから。みのりのことは放っておいてほしいの。何が出るかなって、現れたのはあやめです。皆さん、いきなりですけど私と PBS してください。大会に関係なく乗り込んできたのか。我らも舐められたものだな。そんなつもりは。私、少しでも多く試合をしたいだけなんです。私、売り子ですっごく忙しいから、アスカ先輩たちの足を引っ張っちゃうかもしれなくて。だから少しでも練習したいんです。その気持ちはわからんでもないが、大会とは関係ない試合に付き合わされる身にもなれ。そんなこと言わずに協力してください。売り子の仕事が忙しいのは皆さんにも原因があるんですから。そうか、それは悪いことをしたな。いえいえ、商売繁盛なのは感謝感謝ですよ。話は分かりました。私たちと戦いたいというならお付き合いしましょう。ですが、手加減はしませんよ。望むところです。手加減されたら練習になりませんし。それじゃ、あやめ、前し飲んじゃいます。何か悩みでもあるんだろうか。もっと本気、本気を見せて。その実力は確かにものです。ええ、一瞬たりとも油断はできないですね。いきますよ。カツネ様そっくりのこの具足で。具足で蹴ったりするとペナルティーをもらうぞ。悔しいですけど、すっごく楽しかったです。皆さんのチームワークも素敵でした。そ
それを言われるのが一番嬉しいかも。サンキュー、あやめちん。これで慣れますかね。慣れるって何がですか。友です。友、どこかで聞いたことがあるような響きですが。アスカ先輩とホムラちゃんをはじめとして皆さんは戦っているうちに友という関係になる。違いますか。どうなんでしょうか。私、購買部で一人ずっと思っていたんです。皆さんと友になりたいって。友じゃなくても普通の友達でいいのではないですか。もちろんです。普通の友達も大歓迎です。これからもよろしくお願いしますね。